続きまして
皆さん、こんばんは。花木です。まずは浦和レッズサポーターの皆さん、今日は温かいブーイングありがとうございます。ミシェルさんの挨拶の時、まあいろいろありましたが、こう見えてもミシャさん、浦和レッズ大好きです。忘れないでください。一つお願いがあります。どんな時でも、どんな人に対してもリスペクトということだけ忘れないでください。よろしくお願いします。そして北海道の皆さん、スポンサー企業の皆さん、北海道コンサドーレ札幌クラブ、監督、コーチングスタッフ、メディカルスタッフ、用具係、そしてグラウンドキーパーの皆さん、たくさんの方に僕は支えられてこのピッチに立てる今日がありました。本当にありがとうございます。2014年の夏に北海道の地に来てから、まあ、僕自身はトータル7シーズンですかね、過ごさせてもらいました。まあ今日映像に少なくあったように、大した記録は出してません。試合にもそんなに関わってなかったなと自分の中で思ってます。ただその中でこの北海道、このドーム、札幌ドーム、そして厚別競技場で1得点ずつ点を取れたこと、それは自分の中で嬉しく思ってます。心残りはもちろん J1 でのタイトル、自分がいるときにその夢が実現できなかったことです。本当に申し訳ございません。ただその中で J2 から始まり J1 を経験でき、素晴らしい選手たちと一緒に毎日楽しくサッカーをさせてもらったこと、これはすごく僕にとっても、これからの人生にとっても宝物です。本当に選手の皆さん、ありがとうございました。そして自分の家族、奥さん、2人の娘、こんなどうしようもないお父さんを、どうしようもない父を持って本当ごめんね。支えてくれてありがとうございます。AK さん、試合前にここの札幌ドームを熱くいい準備を整えてくれたのに試合に負けてしまい申し訳ございませんでした。試合前からいいテンションを持って試合に臨めました。僕自身は20分間という短い時間でしたけれども、自分の持っている力を20分の中で出せたんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今日でプロサッカー選手生活が終わりますけれども、僕自身はこれからも変わらずサッカーを愛し楽しんでサッカーを続けていくので、これからもどうぞよろしくお願いします。そして今日この会場に
足を運んでくれた仲間たち、皆さん力を合わせればこういう景色を作ることができるんです。どうぞ来シーズンもこういう景色を残された選手たちに作ってあげてください。よろしくお願いします。最後に、皆さんには関係ないかもしれませんが、自分の母、10月17日に旅立ちました。お母さんに一言、僕を産んでくれて、そしてこの素晴らしいサッカーという出会わせてくれてありがとうございました。感謝しきれないほど言いたいことはあります。僕もこれから第二の人生が待ってますが、ゆっくりはしませんが、少しずつ自分の道を進みながら、もちろん北海道コンサドーレ札幌、そして日本サッカーに携わっていけるようにやっていきますので、これからのこの新人もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ではあなたの贈呈を行います。石屋製菓株式会社代表取締役社長石水はじめ、皆様からいただいた熱い応援に感謝を込めて。